さあ今週も始まりましたチャーマンズと君たかのフルボッコレディオ、まずは出演メンバーの自己紹介からいきましょう。はい、チャーマンズの頼れるお姉さんリーダー担当サリーシリコです。はい、あなたを歌声と笑い声で癒したい担当心です。佐藤君たかです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと悲しそう。どうしました心さん、悲しそうにしてますけど。ちょっとグッジョブ聞きたかった。え、グッジョブ聞きたかった。なんで黙ってるんですか。イントネーションがおかしかったです。グッジョブ聞きたかった、うん、先週やったあれですね、はい、僕の自己紹介、うん、はい、心さんが考えてくれた、うん、僕のそのオープニングの自己紹介を先週だけやって、うん、今週俺がやんなかったから今ちょっと拗ねちゃってるってこと、うんうんうん、いやでもそんなだって先週限定だと思ってやってたんで俺も。え、私がいるとき限定にしません？なんかめんどくさい彼女みたいになってんな。メンヘラ彼女みたいな感じになってんな。私がいるとき。え、なんだったっけ？俺の自己紹介そもそも忘れちゃったし、もう1週間も経ったら忘れちゃうよ、そりゃ。今日も元気に。グッジョブ。ちょっと忘れかけてましたよね、ココさん今。いやでも今なんか君高さんのものだから。うん、あもうそっか、はい。もうあげちゃってるので。なるほど、うん。じゃあまあでも使うか使わないか俺の自由ですよね、もう。まあでも願望としては、はい、私がいる時に聞きたいな。メンヘラかどうかじゃん。私と一緒にいる時はみたいな。メンヘラアイドルじゃん。ごめんなさい、じゃあ、はい、いるときは、うん、言いますね、頭で、はい、後で今日も元気にグッジョブ、はい、佐藤君高ですって言われて、ね、嬉しい。痛い、すごい嬉しい。お願いします。わかりました、はい、どうですか、もう10月になりましたけど。そうですね、入りました。もうね、うん、季節で言ったら秋ですよね、うん、はい。え、秋なんか思い入れあります？だって秋に、秋に思い入れ短いよね、秋って、うん、すぐ冬来るもんね。そうですよね、そうだよね、秋に思い入れ、なんだろう、秋といえば、秋といえばみたいなのあんの、そもそも二人にとって。いや、あ、おります。秋はスポーツの秋です。ああ、うん、定番。運動会もあるしね、今度ね。そうです、運動会もあるし、なんか基本なんかそういう系の類、なんか陸上記録会とか、はいはいはい、長距離のなんかみたいなのが大体秋だから、結構、あ、でも学生の時は秋は嫌いでした。なんで？あの長距離が嫌いだから。あ、走るのは、はい、はあはあ、短距離は好きなんですけど長距離が嫌いだから秋が嫌いでした。秋が来ると長距離やるからと。はい、あ、なるほどね。スポーツの秋のイメージ、じゃあ秋といえば、はい、心さんは。私はさつまいもの秋。限定。食欲でいいんだよ別にそこは。そのままさつまいも好きなので、さつまいもで。ああ、うん、まあ秋になると出てくる。そうですね、うん、今コンビニとかでも結構ずらっとある。確かに焼き芋的な、うん、はい、好きなんだ。幸せですね。どういうとこがいいの？どういうところ？味？あのねっとりが好きなんですけど。確かに粘着してくるもんね、俺にも。はい。これからも一生。怖いよ。ね、いつまでもずっと。なるほどね。さつまいもが、はい、まあ、旬になって美味しいから、うんうん、ってことか、はい。さつまいもの秋と。確かに。なるほど、いいね。うん、まあまあ皆さんはどんな感じで秋過ごしてるのか気になりますけども、うんですね、今日はこんな3人で30分お送りしていきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のフルボッコ社会問題のコーナー、はい、はい、このコーナーはですね、うん、フルボッコにするべき問題をチャーマンズのメンバーが提言していくコーナーでございます、はい、で今回は遅刻欠席問題です。お、体調不良や遅刻や欠席になってしまうのは仕方がないことですけれども、まあ、忘れたり故意に遅刻欠席をしてしまうのはあまり良くないと、はい、まあ、今回は遅刻と欠席についてどう思うか、うん、ここはまずあの元生徒会長の心から一言いただきましょう、はいはい、ダメです。
いや一言ってそうなんだけど、はい、よくないですね。はいはいはい、はい、ダメです。なぜダメなんですか。なぜダメ、うん、なぜダメ、うん、まあこの遅刻や欠席をすることによって誰かに迷惑がかかります。まあね、はい、うん、周りの人のことを考えてください、ね、はい、はいはいはい、です。はいはい、はい、あ、そうですね、はい、なんですかその強い眼差しを俺に対する。あ、なんかリコタンが言いたいことあるらしいですよ。あ、なんですか、なんですか。あ、いいんですか。はいはい、はい、あるんですけども、はいはい、前回の、うん、予定日があったんです。ラジオ収録の予定日の時に自分と美咲ちゃんそして君高さんの3人での収録、はいはいはい、予定だったんですけども、うん、まず結構自分早く到着するタイプで、はいはい、したら、うんうん、まあ、いつも一人なんですけど、うんうん、そしたらなんか美咲ちゃんがなかなか来ないなと思ったら、はいはいはい、忘れてた、はいはいはい、じゃあ自分一人でラジオになるか、うん、まあね、はい、うん、ってなりますよね、うん、それでこう待ってたら、うん、三鷹さん休みだってよ、忘れてたってよっていうのを聞いたんですけども、うんうんうん、はい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 、あれどういうことですか。いやちょっとね、うん、息子が熱出しちゃって、おう、ん、ね、あれ、はい、あれ息子が高熱でうなされちゃってね、忘れていらっしゃった。忘れていらっしゃった。いやでも美咲も来なかったんだよね。はい。リコだけ来てたんだよね。はい、なので。21じゃないもん、そしたら。ねえ、違うよ。来た方が悪くない。そしたら。なんでですか。だって民主主義だから。来てない人2人、来た人1人。違う違う。真面目真面目。リコも来なければ、ね、そもそもないわけだから、収録が。そもそも予定なんです。予定があるんです。リコが暇なせいで、ね、早く来て、勝手になんか、みんな来ないなとか、2人とも来てないんだから、リコも違う違う、違う違う違う。来なければ、みんな幸せだったんじゃない違う違う、違います違います違います。違います2人が来てくれれば自分は幸せだったんです、うん、はいはいはい、はい、いやでもほら収録って言ってもさ、はい、急遽収録日が変わったりもすることあるじゃん、うんうん、それはもうみんなのスケジュールがあるから。そうですね、はい、そう覚えるの大変じゃない。言うても、うわ、言い訳始まってますよ。毎週この日にこの時間に撮ってるっていうサイクルだったら、うんうんうん、それは忘れないよ。そうじゃないですか、はい、心さん。ダメです。許されません、それで、はあはあ、ダメです。ココロさん遅刻例えばしたことないですか。じゃあそのレッスンとかライブとかの集合に遅刻したことはないんですか。忘れたとかでないですよ。いや遅刻って言ってます、俺は一応最初遅刻のことを聞いてます。厳しい。いや遅刻は、うん、家の用事とかならありますよ、うん、学校の用事とか絶対、普通にないです。どっちですか、遅刻あるんですよね。でも家のことだとしても遅刻、君高さんとは違いますよね、状況は絶対に。いやでもそれってあなたの感想ですよね。出た出た出た。実際に遅刻、あ、遅刻じゃない、欠席してらっしゃいますよね、はいうん、その理由は忘れたですよね。ちょっと美咲呼んできてもらっていいですか。味方美咲にもそれに詰めたんですか。じゃあ、いや美咲には詰めたの、二人は。そのあ、美咲ちゃんなんで来なかったのって、ごめんって終わっちゃった。あ、まさに君高さんからのそういうものはないんですか、うん、俺今日入ってきた時言いましたよね、ごめんって申し訳なかったって。この間言いましたよ、そのありますよ、録音してますよ、その音声出しましょうか、ソース、はいはい、ありますよ。すいません、それは本当すいません。こんな公共の電波を乗せて晒さなくたっていい。お前ひどいな、お前らコーナーにして俺を晒し上げて、社会問題ですもん。根に持ってるってこと、根に持ってるってこと。はい、優しくないわチャーマンズ。心器狭いなお前ら。いいですよって、真面目なだけです、真面目なだけです。それ本当帰ってくるからね、自分たちに。この俺を今日詰めたこと、ね、怖い怖い。はいはいはい、おい。変なこと言ってるこいつみたいな感じで嫌だって。急に本当見てろよ。1分でも遅刻したの倍返しだ。怖い、許
しよう。うまいよ。いやでも今回のその確かに俺が飛ばしてしまったことは本当に申し訳ないです。迷惑かけて。それは反省しております。申し訳ないです。はい。いいですかこれで。はい。すいませんでした。気をつけます。はい。じゃあ以上今週のフルボッコのコーナーでございました。曲いきましょう。はい、私たちチャーマンズの曲をお聴きください。チャーマンズで水玉のアンブレラ。今週の無責任運勢のコーナー。はい、このコーナーはチャーマンズの担当メンバーが勝手なその時のイメージで誕生月別運勢を考え発表するコーナーでございます。はい、今週の担当はリコです。はい、お願いします。はい、いきますよ。第3位は4月生まれの方。みんなに賢いと褒められそう。たくさん問題を解きましょう。そして次第2位は5月生まれの方。みんなに可愛いと褒められそう。いつもよりもキュルキュルした瞳を意識しよう。そして第1位の前に最下位は9月生まれの方です。みんなの前でヒーローになれるチャンスを逃しそう。でもまあいっかの気持ちで切り替えるとまたチャンスが来るかもしれません。そして栄えある今週の第1位は12月生まれの方。みんなに頼りになると褒められそう。困っている人がいたら積極的に声をかけてみて。触れられてない月の人は常にありがとうの気持ちを大切に生活すると素敵な一週間になります。なるほど、素敵。なんかありがとうの気持ち持って生活ってしてますか？はい、本当2人ともちゃんとしてる？はい、心とかもちゃんとしてる？はい。うん。じゃあ俺が収録来なかった時もありがとうの気持ちでとかありますか？ないです。ないですね。あ、そうですか。ないですね。あ、ないですか。はい、じゃあ嘘になりますね。その常にありがとうの気持ちを持ってっていうのはそこまでだって。あ、じゃあ私たちがさっき君高さんのことをいじったのもありがとうって思ってるってことですか？ないですよ。じゃあ君高さん、ね、そうです、感謝してます。あ、よく感謝です。言っていただいたおかげでやっぱ、ね、気持ちが引き締まりますから。確かに、よかったです。よかったです。今日も若干危なかったけどね。今日も。そうですね。
ちょっと心配でした、スタッフさんから LINE 来たおかげで、うん、危ねえみたいなね、今日だった今日だったっていう、危ない、寝てちゃった、これは2連チャンはやばいぞっていう、ね、危ないよ、よかった、いや本当にそれは感謝です、やっぱ連絡をちゃんとくる、有能だと思いません？スタッフさんが、ね、なんか前回はみたいな感じになりいやでも基本くれるのよ、確かに毎回すごい優しくない、今日お願いしますってこうそこでよし忘れないようにってなるじゃん、確かに、ありがたい、だって俺のねマネージャーさんでも何でもないのにそれ予防を、ね、の手を打っとくってすごい優秀じゃない、すごい、俺がもう来ないと思われてるっていうね、遅刻しそうだなみたいなそれはそれであれなんですけどいや嬉しいなと思って、ね、ありがとうございます、素敵です、じゃあまあ今のね、うん、リコが発表した運勢をまあ参考にして、うん、はい、皆さん楽しい1週間過ごしてください、はい、はい、以上今週の無責任運勢のコーナーでした、曲いきましょう、はい、次もチャーマンズの曲をお届けします、チャーマンズで夏君、生徒会長心の道徳道、はい、このコーナーは元生徒会長心が道徳を説くコーナーになっております、お、はい、本日の道徳何ですか、発表します、はい、道徳かどうかはあなた次第、お都市伝説みたいに言いやがって、はい、はい、私が今日皆さんに伝えたいこと、はい、いつでも笑顔でいよう、なんかシンプルだけど深い感じがしますけど、はい、はい、私、うん、笑顔という言葉が本当に好きで、はいはい、素敵な言葉だと思っていまして、うん、笑顔はやっぱりあの笑顔になっている自分も幸せになるし、うん、見た人も幸せになると思うんですよ、笑顔って素敵だなって思いますし、うん、あと科学的にも笑顔はいいことだって言われていて、ほうほう、ストレス解消であったり、うん、免疫力アップにもつながるらしくて、はい、もっと調べればたくさん出てくるんですけれども、調べとけよいや本当にたくさんあるんですよ、おうおう、はい、脳の記憶力活性化とか、はいはいはい、とかもあって、笑顔本当にいいことだと思っていて、うん、笑顔は幸せを呼びます、なるほどね、はい、皆さん笑顔でいてください、それをさ実際心体現してるよね、うん、いつもなんか笑ってない、はい、なんか笑い声も結構なんか独特っていうか、もうおばちゃんみたいな、おばちゃんね、うわあ心ちゃん笑ってるなみたいなドリフの笑いね、ドリフの笑い、おばちゃんみたいな、おばちゃん笑いって言われない言われます言われます、効果音の笑い声みたいな感じするよね、うん、それがいいんだよね、はい、それ聞いてこっちも笑顔になれる、いやなるなる、嬉しいしね、うん、あれ俺もしかして面白いのかなと思っちゃうもんね心と喋ってるとめっちゃ笑ってくれるから本当にもう大好きですいいよお前そんなお前後で聞くよそれお前本番で言うやつじゃねえだろバカ野郎マジよ帰り道聞くよ今日のちょっとリアクションが
リコはどうですか、笑顔を今ね、心が言ってくれましたけど、うん、笑顔についてどういう考え持ってますか、うん、リコは笑顔について、うん、でも自分なんか笑顔をちょっと苦手なんですよ、あの作るのが自分でする方ね、はい、分かる、写真撮る時とかね、特にあのなんかカメラマンさんがいてとかさ、はい、なんか普通のなんだ笑ってって言われない笑いっていうんですか、なんか自然の笑いはなんかいくらでもできるんですけど、なんかいざはい笑ってくださいだと、もうなんかピク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 みたいな、できないと思って、あれ何なんだろうね、口角の筋肉の問題、心もできんだそういうの、全然自然に、いや本当私も最近ですね、最近やっとなんかできるように、笑顔くださいって言った時にこう、うん、自然にできるの、最近最近最近習得した、最近ちょっと頑張ってます。リコはちょっと苦手なんだそれ、はい、まだちょっとだけ苦手意識、不自然になっちゃうよねなんかね、はい、なんか笑ってるつもりでもなんかもっともっととか言うと、もう どこみたいな確かに分かるわそれどこだみたいな、何なんだろうそれって、やっぱ普段あんま笑ってないと筋肉が鍛えられてないってことなのかな。いやなんか気持ちから湧き出る笑顔がやっぱり素敵じゃないですか。もちろん、うん、だからそっか、リコとやっぱ俺は相変わらず気持ちがないってことか、あらあれで、あ違うあれいやでもそういうことだよね多分ね、そうだな、なんか楽しいこと思い出せば笑顔になります。楽しいことね、うんうん、私と一緒にいる時間とかね、うん、思い出してください。はい、以上あ今の自然な笑顔出たね、はい、みんな最後やった笑顔になれるの、いつも一緒。はい、以上元生徒会長心の道徳堂でした。はい、それでは次の曲お願いします。はい、最後も私たちチャーマンズの原曲をお届けします。お聴きください。施設応援団長未来亭の花ちゃんさん。私を甲子園に連れてってって今週末のチャーマンズ情報です。10月7日土曜日は岩手県北上アメリカンワールドさんでオータムフェスがあります。その次の日10月8日日曜日は岩手県都南体育館でアイドルチーム対抗大運動会があります。ぜひご来場ください。待ってます。詳しくは
X 旧 Twitter でチャーマンズと検索し、チャーマンズ公式 X をご確認ください。よろしくお願いします。はい、オータムフェス、はい、アメリカンワールドで、そうです。結構来るんですか、組数は、出演の。どうなんですか、7組。7組らしいです。すごいフェスだね。すごい、いいね、アメリカンワールドで。いいですよね。でその次の日が運動会。そうです、2日連続。なんか運動会に向けてやってるんですか、体を動かしたりとか。うん、まあレッスンとか。あ、そっか、レッスンで動かすか。そうですね、はい、あとは通学とか。通学、通学そうね、そうね、通学の。走ったりはしないか、やっぱさすがにな。そうですね、雨降った時とか。うん、濡れたくない、濡れたくない傘持ってけよ確かにまあでも怪我しないようにね、そうですね、気をつけてやんなきゃないね。安全に楽しく。なるほど、うん、じゃあここね、2日間ね、はい、岩手県で皆さんね、そうです、どっちも岩手楽しんでもらえればって感じですよね。はい、あとこのやっぱさ、気になるのがあれば告知で、最近ずっと。何ですか、このさ、ツイッターがさ、X になったでしょ、うん、はい、その詳しくは X かっこ旧ツイッター、旧ツイッターってさ、これいつまで言わなきゃないの。確かに、確かに。なんかさ、でもさ、なんだろう、 X っていうのめっちゃ恥ずかしいよね。はい、わかる。ちょっとなんかその友達とかで話してる時も X でさーとかって言えなくない、まだ言えない、言えない。ツイッターで見たあのツイートとかって言っちゃわない。はい、リツイートしようとか言っちゃう。だリポストだからね、今。信じられない。はなんか恥ずかしいよね、言うのなんかすごい最先端、なんかめっちゃ恥ずかしい気持ちなんだ俺あの X のねここをどうしていくか問題はね、考えていった方がいいと思う。はい、この番組で取り上げていきましょう。みんなどうしてんのか気になるから。確かに、はい、まあまあそんな感じで、はい、今週も30分盛り上がりましたね、うん、はい、遅刻はダメってことです。うん、そうです。遅刻はダメ、はい、笑顔は大事。おお、いい番組、すごい教育番組だよかったですね、はい、はい、というわけで今週もお別れのお時間でございます。チャーマンズと君高のフルボッコレディオ、お相手はサリーシリコと心と佐藤君高でした。それではまた来週、バイバイ。バイバイ。いくよ、すべて詰め込む。